パリオリンピック五輪閉会式11日日本時間12日フランス競技場パリ五輪閉会式には様々な米国人アーティストたちがサプライズ登場した28年ロサンゼルス大会への引き継ぎセレモニーの一環で最初に登場したのは米国の R&B シンガーの HER ハイコール27 パリの夜空に自らのギーターを奏でながら、星条記を響かせた。続いて俳優トム・クルーズ62が登場。会場の屋根から飛び降りる華麗なスタントを披露した。ロックバンドのレッドホットチリペッパーズ、レッチリは映像出演。石海岸でラニ18のロゴをバックに代表曲、キャントストップを披露。 次に同所でグラミー賞やアカデミー賞など数々の賞を受賞した歌手のビリー・アイリッシュ22が歌声を響かせれば、ラッパーのスヌープ・ドッグ52が変幻自在なフローで魅了。特別な夜を演出した。